次は占有共有面積を作成していくために、面積図ですね、それを作成していくために壁仕上げの修正をしていきます。占有共有面積図のためだけでなくですね、 3D をご覧いただきますと、実は壁は時計回りに作成していただきますと、外側に外壁仕上げ、内側に内壁仕上げが上手に貼れるようになっているんですが、常にですね、そのように時計回りで壁を作成していけるというわけではありません。で、そのために反対向きから書いてしまった場合、多分皆さんの今 3D データを全体で見ていただいても、このように一部壁が反転してしまっているかと思われます。で、その際の修正の仕方ですね、2次元で修正する方法、3D で修正する方法をまずは勉強しましょう。そうしていただきまして、1階の切った状態で、共有占有面積、すみません、占有共有面積図のところに、その1階で全部切った状態の 3D データも貼ってしまおうと思っておりますので、その際に、上手にですね、反転した状態で壁がきれいに見える状態で作っておきたいと思っておりますので、そのあたりをまずは直しましょう。その次に、例えば1枚壁がつながっているけれども、このエレベーターのようなところはこちら側には仕上げが欲しいけれども、こちら側には仕上げはいりませんよというような場合もたくさん出てくるかと思いますので、そういった時の仕上げをどのように1枚の壁ですけれども仕上げだけを修正していくのか、今回は 3D データではなくて上からペイントという形を取るんですが、そのペイントの貼り方をどうすれば、見た目だけですけれども直っていくのかというようなところを少し、講習していきたいと思っております。では動画をご覧ください。